お母さん、椿さんとの結婚をどうしても許さんとお父さんに反対されちゃったんですよ。あら、お父さんが反対なされる。なぜでしょうね。お母さんにはね、絶対内緒なんですけどね。お父さんが告白をした。お母さんには絶対内緒なんですよ。椿さんはね、お父さんがある女に産ませた腹違いの子供、いわば僕の妹なんですよ。まあまあまあ、そうそうだったの。お父さんは反対しても私は許します。結婚しなさい、結婚しようって僕の妹なんですよ。いいこと。お父さんには絶対に内緒ですよ。あなたはお父さんの子じゃありません。素晴らしい。